砂の器を令和5年の俳優でキャスティングしてみた。砂の器は松本清張の長編推理小説、東京都内大田区蒲田駅の操車場で起きたある事件を発端に刑事の捜査と犯罪者の同棲を描く、ハンセン氏病を物語の背景としたことでも知られ、大きな話題を呼んだ。これまでに7度映像化されている。この作品を令和5年の俳優でキャスティングしてみます。この動画に関する注意事項です。それではどうぞ。今西栄太郎、内野聖陽。吉村博、山田裕貴。成瀬理恵子、桜井由紀。田所幸子、蓮佛美沙子。関川茂雄、山崎育三郎。三浦恵美子、笹本玲奈。宮田邦夫、古川雄太。今西佳子、奥貫薫。由紀、佐藤由美子。三木健一の妻、中村久美。三木小吉、水橋健二。映画館支配人、武田鉄矢。桑原、中丸新章。捜査一課長、吉見和豊。浪速役所職員、井上はじめ。伊勢の旅館の女将、高柳陽子。田所重義、岸辺一徳。桐原小十郎、若林豪。三木健一、三石健。元浦千代吉、寺尾明。我が栄梁、ディーン藤岡。こちらは平成9年の俳優でキャスティングしたバージョンです。はじめはこちらで動画を作るつもりでしたが、令和5年版の方を思いついたため、こちらの動画化は白紙となりました。このままお蔵入りさせるのもなんなので、こちらで公開させていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。